はい、トラック6でした。これは前にやった1度3度5度のドミソ。この、ここにドミソがあって、こっちでもドミソがあって、ここにもミがありますよね。ってことは、こっからスタートでドミソっていう、これもあるよねっていうことと、ってことは、こっち向きの、この、これって4弦の12フレットと同じ音。4弦の開放の音の1オクターブ高い12フレットにもミがあるから、1度、3度、5度っていうのがありますと。ってことは、1度、3度、5度のドミソってのは、どっち向きでもあるよねっていう。こっちで弾く場合は、ここが中指スタート。で、こっちに行かせるときは、ここは人差し指スタート。みたいな、みたいな。それの意味合いを、より強くこっちの手になじませるために、2度って音。まあ、ドレミファソラシドの一個飛びに音を積んでいくと綺麗な音が出るよね。よって1、3、5、7と音を積んでいくっていうのが基本的に最も美しく音が積まれていく順番。じゃあ、2とか4とか6とかどうなんのってなるじゃないですか。この場合の、まず2はね。2っていうのはコード名には書かれることはない、日本では。本来の音楽理論の中では、C の2っていうコードは、不協和音だから、低ければ低い音の方が変な音になるから、基本的なコード理論としては、1度2度っていうのは、あんまり同時に弾かないよと。じゃあ2度ってどうすんのと。経過音という、これね。こうやって。で、ここで音を止めない、もしくは次のコードにちゃんと移っていくよっていう流れとしては使っても OK ですよっていう経過音として、途中で出てくる分にはいいよって音になるんですよ。まあ、それを言ったら4度も6度も、まあ、何の音でも経過音として使うんだったら OK なんだけども、ダイアトニックスケールである 1,2,3,4,5,6,7 ドレミファソラシと同じ音程感覚の音は、まあ、本当はいつ使っても別に構わないっちゃ構わないんだけど、その音楽に似合ってないとこでロングトーンで鳴らしちゃうと気持ち悪いよねって音。ロングトーンじゃなくて、次に行く音がちゃんとあるんだったら使ってもいいよが経過音だと思ってください。で、それをこっちだと、これもないことはないけど、まあ、こっちのこのスライドで2から3に行くとか、3から2に行って1に行くとか、とか、こういう経過音として使っていく分には、
むずかった。むずいな、これ。というのが、トラック6でした。こっち向きの3度と、これってまあ僕が最初に言ってた飛ぶ飛ぶ飛ばないの飛ぶ飛ぶのこのここだからそんな難しくない。こっちと同じ音っていう1度3度がこっち向きにあるんだけども、その時の途中に2って音を軽感音として使う分には OK ですよがトラック6でした。で次トラック7、これはさっき説明したところのこの4度を使ってる。一度の真上が4度だから、ドレミファのファ。1、2、3、4。一の真上が4度。だから4度は割と覚えやすい。っていうか、まあ、今まで使ってきた1度3度の半音上だから、だんだん沖縄民謡みたいになってるけど、真上ね。っていうのは主にコード名で出てくるとすれば C-sus4 っていうコードか C7-sus4 っていうコード名の時に4って音は鳴らしますよと。でもね、ある種バンドで演奏してるベーシストだとすると、キーボーディストかギタリストがいてね、その人たちは多分この C-sus4 とか C7-sus4 って書いてある時は十中八九4度の音は鳴らすと思うんですよ。なので、ベーシストもやるべきか、やらないべきか、みたいなとこは難しい。まあ、なんかこう、ちょっと変わった体型だけど、そのね、ドラムとベーシストのデュオとかさ、トランペットとベーシストのデュオとか、そんなあるんかな。そういう時は、まあ、その曲にサスフォって書いてあったら弾いた方がいいよねってことにはなってくるんですけども、大抵の場合、サスフォっていうフォーの音は、3に解決する音なんですよ。3に向かって進む曲。でそれはセブンスの C7-sus4 の時も C7 に向かって、これ1、2、3、4ね。で、なんか落ち着く方の音。こっち落ち着く方の音ね、ドミソが。1度、3度、5度は落ち着く音。まあ C コードだから。に向かっていく寸前に4があって、チェーン、チェーン、終わったよねって感じがするじゃないですか。まあそれは曲の途中であってもね。で、そうやって音が一個一個 C コードに戻っていくみたいな、そういう瞬間のことを解決するって音楽理論で言うんですけど、こっちの場合も、とか、とか、まあ、1度か3度か5度ちょっと今のは少しアンニュイな終わり方ではあるけど、1度か3度のドミソの音に行けば解決するから、4度っていう音は本当はちょっと変わった、もともと言えば、1度、3度、5度の3度を半音上に上げた変形型だから、そいつを元に戻して、1度、3度、5度に戻せば、音ってのは、こう、安らぎのある方向に解決するよね。のための4度です。4度は、1の真上。っていう、まあこうやってやっていけばもうそのうちっていうか、もう本当は皆さん気づいてるでしょうけども、 1、2、3、4、5、6、7、8っていうその音はドレミファソラシドなんで、
これは本当は楽曲中いつ流しても本当は間違ってはいない音なわけですよ。Cキーの曲でドレミファソラシドが中心となっていて、逸脱していない、まあ、転調していないというか、ちょっと変わったコード名が出てきていない時はドレミファソラシドはいつ鳴らしてもいいんだけども、終わる時はこうなんていうのかな、4小節あったら4小節目の最後とかさ、サビの最後とかさ、なんか1個の小節内のコードにおける使う音の比重というか多数決みたいな、まあ、Csus4 の時に4だけしか鳴ってなくても OK なんですよ。でも Csus4 って音があった後に C ってコードがあって、その C コードになった時はもう4度はやめといた方がいいよねっていう、ドミソにしといた方がいいよねっていう、そこに行く寸前にとかとかとか、これも4も一応今のは景観音とも言えるし、楽曲全体のアレンジとしてベース以外のキーボードの人とかギターの人もサス4だよねって分かっててプレイする場合と勝手にプレイする場合はあるんだけど、こうやってなっていくとまたちょっとジャズのさ、何使っても OK 的な、何使っても OK じゃないんですけど、少し複雑なベースランっていう方になっていくんで、まずは今回はポップスとしてのベースラインのうちの4度って音が1度3度4度ですっていうことです。今回はこれです。